はい、どうも、不明であようです。今回ですけども、次回ガチャ予想ということでやっていきたいと思います。今現在ね、こちらの4種新積む確率アップ、来ておりますけれども、こちらがですね、22日木曜日までというところになっております。なので、21日水曜日のおそらく11時に情報解禁というところになってくるかなと思います。まあ、セレボンを、10日の、このピックアップガチャの、時ですね、の時はですね、17時という、まあちょっと異例だったんですけども、まあその後の第2弾セレモンの時はね、11時になったんで、まあ、今回もまあ11時に戻ってるんじゃないかなという予想になっております。はい。ということで、まあ何が来るのかっていうのを予想していくんですけども、まあまず確認事項をやっていきましょう。再生リスト、確認ということで、8月19日10時現在、ですけれども、まあ、どうなっているのかっていうのが、セレボ1本、ピック1本となっております。確認していきましょう。セレボ1本の、動画が表示になってますよと。で、ピックアップガチャに関しても表示になっておりますよというところになっております。はい。で、次回のガチャ予想ということで、まあ、流れ的に、まあ、セレボピック、セレボピックみたいな感じの、順番に来てるんじゃないかなということで、まあ、ピックアップガチャという予想となっております。はい。まあ、セレボの可能性もゼロではないかなというところですね。で、過去のガチャ傾向ということで、まあ、プリンセス系がね、結構多かったっていうところと、まあ、新ツムに関連するところですね。8月に、まあ、登場したツムに関連するところが多かったかなと思います。まあ、ミッキーとか、結構多かったイメージがあります。で、誕生日の確認ということで、こちらがですね、オルメル、メリーポピンズ、トンスケ、ミスバニーが、対象となっておりましたよというところです。で、ディズニーゲーム公式サイトは特に、なしということで、新粒登場後復活しない粒ということで、これね、前回のセレボで、まあ、全新粒じゃなくなったらっすね、あの、スティッチが、フェスティバルスティッチが復活したので、まあ、全新ツムではなくなりましたけど、まあ、ほぼ全新ツムにしとこうか。で、2023年のエレガントアリエル、ティアナ、ジャクサリというところが復活してませんよということですね。はい。じゃあ何が来るのかっていう、まあ予想をやっていくんですけども、まあ前回はね、ここのところで、自分が当たったのがパステルフランだとモアナか、モアナじゃない、マウイか、が当たったんですけども、まあ、パステルはね、まあ読み通りだったかなと思います。で、今回はですね、まあ、またなかなか難しいんですけども、下に、はい、こんな感じで予想しました。見えてますか？皆さん。はい、喜び。まあ、これはインサイドヘッド2。公開してるっていうところで、まあ、今月の初旬ですね、にも悲しみがここで登場してるんで、まあ、新ツムは直近では多分来ないだろうっていうところで、まあ、多分悲しみが登場してると思うので、まあ、おそらく喜びが来るんじゃないかなという予想です。で、メリダに関しては、まあ、最近復活してないなっていうところと、メリダもプリンセスのはずなので、まあ、プリンセス枠ということで、やっております。で、メリポピ誕生日ですよと。ジャックスパローに関しては、まあ、夏だし、パイレーツ・オブ・カリビアン系がそろそろ来るんじゃないのかなというところと、まあ、誕生日の時来なかったんで、まあ、ぼちぼち来そうだなっていうので入れております。イデアはに関しては、常駐で、まあ、復活しそうなところですね。まあ、これもね、まあ、直近でトレメイン、一緒に登場したトレメイン夫人とがね、それこそここで来てたので、まあ、その絡みでちょっとイディア入れてみましたよというとこですね。で、イェンシットは、まあ、これラストショーの曲付き前提でこのファンタズミックミッキーを予想してるんですけど、まあ、それがもし来るのであればイェンシット来るんじゃないかなというところ。あと新ツムの亀でミッキー&ダッフィーじゃない、ダッフィー&フレンズ、まあ、これがディズニーシーの絡みとか、まあ、ディズニーリゾート絡みっていうところで、まあね、ファンタズミックミッキーのこの関連性でちょっと入れておりますと。で、トッパとジーニーに関しては、まあこの2もね、結構復活するんですけども、まあ1個とか前にですね、ダンシングジーニーが来てたんで、まあこの流れでトッパとジーニー来るんじゃないかなっていう予想です。で、ラストショーは先ほど言ったファンタズミックミッキー、あとはまあいつも言ってるこの30C ミッキーの
ボイス付きですね。ボイス付きはね、なかなか復活しないんで、そう、まあそろそろ来るんじゃないかなというところですね。で、あとは、まあプリンセスで来るのであれば、シンデレラ、ぼちぼち欲しいんじゃないのというところで入れさせてもらってます。はい。というところがですね、まあ自分の予想になりますけれども、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの予想もね、ぜひコメントで教えてください。はい、ということで、次回のガチャ予想ということで、情報解禁日は21日水曜日の、11時になるかなと思いますので、またですね、はい、情報を、随時確認して、引くべきかどうかというところの、確認やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。